今年源氏は御世知の舞姫を一人出すのであった。大した支度というものではないが、付き添いの道女の衣装などを日が近づくので用意させた。東の院の花散る里夫人は舞姫の宮中へ入る夜の付き添いの女房たちの衣装を引き受けて手元で作らせていた。二条の院では全体にわたっての一通りの衣装が作られているのである。中宮からも道女下塚への女房幾人かの衣服を貨車に作ってご寄贈になった。去年は良安でご世知のなかったせいもあって、誰も近づいてくるご世知に心を躍らせている年であるから、五人の舞姫を一人ずつ引き受けて出すところどころでは派手が競われているという評判であった。あぜち大納言の娘、左衛門の神の娘などが出ることになっていた。それから天上役人の中から一人出す舞姫には、今は大身の神で左中弁を兼ねている吉清阿尊の娘がなることになっていた。今年の舞姫はそのまま続いて女官に採用されることになっていたから、愛情を惜しまずに出すのであると言われていた。源氏は自身から出す舞姫に、摂津の神兼左京の大夫であるこれみつの娘で美人だと言われている子を選んだのである。これみつは迷惑がっていたが、大納言が正福の娘を舞姫に出すときに、君の大事な娘を出したっても恥ではないと責められて困ってしまった。これみつは女官になる保証のある点が良いからと諦めてしまって、主命に従うことにしたのである。